2日目城山公園に来ました。南総里見八犬伝のイベントをやってるっぽい。山登って通勤するの大変です。鳩サブレを食う女パン屋で今日お昼食べるの。今日は台湾のにわさびが入っています。最後は小田町に行きました。道の駅ですけど、小学校を改築したやつ、前から来てみたかったのでここで買い物をしてお土産買って帰ります。こっちで。いや、あいつが悲しんでるよ。あいつは人参が食えなくて。あいつはあっちでもあるからね。端っこ待ってね、端っこ待って。シュートしてる。カボチャは出に来ないからね。
20円の荷物を使いすぎたら問題じゃないですか。遠いんで。あ、すげえ綺麗。そんなところ。間に合ったよ、3年ビールに。こっちは全部レストランとかの。今回お土産の直売、子供広場とか。ホテルであの県内で使えるチケットをもらったので、お土産でちょっと合流してきました。他に使えるとこなかったので、いろいろと楽しめると思います。